アミタケは、イグチ目、ヌメリーグチ科のヌメリーグチ属に分類されるキノコの一種で、ある。傘は半球型からほぼ平らに開き、計3から10センチメートル程度、帯くれない単行褐色ないし排気褐色を停止、著しい粘性を示し、表皮は剥げにくい。肉は、肌色クリーム色で柔らかく、傷つけても変色せず、味も匂いも温和である。 傘の裏面の史実装着は、観光場を呈するが、穴は大きくて浅く、その後方は放射状に長い楕円形をなす。観光は、幼児は、炭鉱色であるが、成熟すればオ、帯オリーブ褐色ないし塩梅褐色となり、観光層は柄にしでなし、傘の肉から分離しにくい。柄はほぼ上下道大または、規部が、わずかに細まり、 長さ3から6センチメートル、計3から8ミリメートル程度、くすんだ肌色あるいは淡い気褐色で、粒点や網目を生じることなくほとんど、平滑、粘性はなく、中味である。胞子紋は暗い帯より異部石褐色を呈する。胞子は、細長い防水状大円型で、表面は平滑、顕微強化では、高褐色を呈し、 時に1から3個の湯滴を含む。円ガワシスチジアは、梱包状をないし円柱状をなし、特に乾燥した、個実体では、内容物が、暗褐色を呈する。傘の表皮層は、ゼラチン質に渦漏れつつ補覆した菌種で構成され、その細胞壁の外面には、暗褐色の色素粒がこ着する。すべての菌種は、カスガイ連結を欠いている。 主として、夏の終わりから秋にかけて、赤松黒松などの二神葉松の樹下に点々と群生する。これらの樹木の細根と菌糸とが結合し、典型的な外生菌根を形成する。アミタケの古実体の周辺には、しばしば、扇竹が随伴して発生することがある。扇竹が地下に存在する、アミタケの菌糸を栄養源として利用しているのではないかと。 考えられている。また、老成した、古実体上には、死脳菌類の一種であるヒポマイセズトランスフォーマンズ、ペックが発生することがある。寄生されたアミタケの古実体は、薄いフェルト状で、黄色ないし単光褐色を呈する菌子のマットに、包まれ、その上に鈍い大々褐色あるいは、高褐色で微粒状を成した、H トランスフォーマンズの核が多数密生する。 しばしば、観光も、完全に禁止のマットに塞がれて、一見したところ、網竹とは思えない形状を呈することがある。人工培地上での胞子の発芽率は、ごく低く、発芽したとしても、培地上に胞子を置き残してから1ヶ月以上を、有するという。無菌的に育てた松の苗と共に、培地上で任媒用しても、その発芽率は0.01%程度であるが、 酵母の一種に算するが、アメリカ大陸には分布しない。日本では、北海道から沖縄まで広く分布する。オーストラリアでも採集されるが、これは、松族の樹木の植栽に伴って気化したものである、可能性がある。同族に置かれる土屋畑は、外観がよく似ており、発生環境も共通するために、しばしば混同されているが、傘の裏面の観光が、 網竹と比較して小さくて、丸いことや、加熱しても赤紫色に変色しないことなどにおいて、異なる。同じく赤松や黒松の林内に普通に見出される、ヌメリー入口は、柄に灰紫色ないし、紫褐色の唾を備える点で区別される。 欧州の中世の騎士階級は、アミタケより騎士メジを高貴な品とみなし、アミタケを農民階級向けと考えていたというが、実際には農民にもあまり好まれていなかった。紛らわしい毒キノコが存在せず、独特の粘性が好まれ、収穫量も多くキノコ狩りのベテランから初心者まで、幅広い人気がある。粘性を生かし、そのまま味噌汁に加えたり、茹でたものを、 大根おろし合いにするほか、煮物や、鍋物などに加えたりすることもある。加熱すると、赤紫色に変色する。本種は、グルコース及び、無機塩類とビタミンを含んだ培地を用いて、培養することができ、生育は、pH5 付近で最も良好である。多くの外生菌根形成菌の培地上での、発育を促すニコチン酸、チアミン塩酸塩などは、 むしろ疎外的に働くという。滅菌した種子を発芽させて育成した赤松の無菌苗に、アミタケの培養菌失態を摂取することにより、苗の細根に外生菌根を形成させる試みが行われ、一応の成功を見てはいるが、この苗を松林に移植してアミタケの子実態を発生させるには至っていない。赤松林の下草及び腐食層を除去した後、 粉砕した網竹の子実体の水剣落液を散布することによる増産の試みもなされているが、まだ技術的な確率を見たとは言えない。ありがとうございます。